はい、オニメンタル国防です。今日の民法1台は地域圏、地域圏行きたいと思います。で、この地域圏っていうのは何かっていうと、例えば A さんの土地がいて A さんがいてる、B さんの土地があって B さんがいてるで、A さんが向こう側に出るのに B さんの土地を通る、これが通行地域圏ですね。例えば一つ通行地域圏っていうのがあって、で A さんの土地が B さんの土地および他の土地にもぐるりと回られてて、まあ、通らざるを得ない時に、えーまあ、邪魔しない程度に B さんの土地を通ることができるよっていうのがあるんですけども、えーまあ、民法系の試験、まあ、行政書士の試験だったり卓系、まあの試験で,でもです、ね、さらに、えー、難易度を超えてきます、えー、ここに、まあ、共有関係があったりその通れる、まあ、自己 のまあ、消滅事項だったり取得事項だったりその更新の話だったりが絡んでくるっていうのが結構ややこしくて私も間違うポイントの一つなので今日ちょっとと一つ問題取り上げてみたいと思いい思ますはい、今日も手書きです,すいませんちょっと早くホワイトボードが何か買わないとだめですねはい、地域券ですねで1番と2番がありますまあ パターンはいろいろあるんですけれども結局共有関係があってでこの事故で事故の更新が及ぶかっていう問題です。で1番の場合は A さん B さん C さんが共有関係にあってまあ、D さんがいてるとで通行知駅券をまあ取得してない場合でまあ、取得してなかったってもまあ勝手に通っちゃってる場合もあると思うんですけども。で D さんが C さんに、えー、時効の更新をしたと。この時に他の3人にも効果が及ぶかっていうところですね。まあ、ヒントは、まあ、取得時効の更新です。2番の場合、まあ同じくして A さん、B さん、C さんがいて、まあ、通行地域圏があったとします。あったとします。で、えー C さんのために C さんのためにとか C さん自身に時効の取得が訪れた場合に A さん B さん C さんはその時効の効力が及ぶかどうかっていう話ですねヒントは消滅時効の更新ですまあどっちにしても D さんから発信したっていうのとこっち3人のうち誰か1人になっちゃったっていうところがあポイントですね。 はいい答えいきます D さんからあ誰か一人に対して及ぼした効果はあ他の3人他の三人ていうか他の者には及ばないですね及ばないです及ばないです共有者に対して、えー、各共有者に対して全員に D さんはしないといけないですはいこれは民法の2 8八 84条か、えー、チェックしてみてください。で、逆に、えー、このまあ、C さんが、えー、C さん自身が時効の更新、えー、に訪れた場合に、他のものにも更新の効力は及びますね。及びますね。1人のために時効完成。えー またはその更新がした場合は他のものにも及びますね。これは民法の292条です。ここ結構間違いますね。まあ共有が出てるので、まあえー、まあ自分の持ち分がどうのこうのとかいろんな考えがあまどってくると思うんですけども結局ここのおポイントは。 A さん B さん C さんがいて、まあ、D さんが時効の更新の矢印があるか、まあ、A さん B さん C さん、えー、どなたかに時効の更新が訪れた時っていう区別でいいんじゃないでしょうか、えー、ここのポイントチェッ権以外と1台出てくるかもしれませんので、えー、皆さんチェックしてみてはどうでしょうか明日もよろしくお願いいたします